旅行もせず、ほんなら全く。あ、旅行ですか、私してないです。正月休み。あの、編み物してました。え、何それ流行ってんの。私、冬になると編みたくなっちゃって。それ何、こう、受け取り手が別におらんかっても、ここの作業がいい。受け取り手なんて、勝手にあみんなに配るんですよ、私。何よ、今セーターとかじゃなくて、何、そうそう、携帯か、今、あの、エコタワシを作ってて、あの洗剤つけんでもいいってやつ、食器洗いのやつ売ってるやんね、あの毛玉のアクリルの毛糸で編んで、うん、でそれあの洗剤つけなくても、うん、結構あの例えば洗面所とかホコリとかたまるじゃないですか、ホコリと水垢みたいな、うん、あれもトゥルンって綺麗になるんですよ。そうそう、なんかあの100円ショップで売ってるのはあるけど、ほんまかなって思うけど、買ったことないけど、はい、あれいいですよ、あの洗面台とかいいです。それをこう、鏡も曇り取れますねみたいな感じで、そうそうそう、それを作ってあげるの。それを今回はあの手袋型にして、こうやって、ね、見たのでこのグリグリって、それ商品になるんちゃう。でもそれ、いや薄いやろ、いやこんなもんだって薄いやろ、それ売ってるやつやろ、売ってるやつやろこれ。ミトンミトン型で作ったの。はい。え、一個どれぐらいかかんの。うわすごい。あ、でもぬいぐるみも作る。あ、これ豚ちゃんのこう手入れて、あのこう表示できるように、でちょっと立てといても可愛いよみたいな。俺そのさ、人が作ってとかさ、あのなんかタレントさんでもね、ティッシュカバーを作るとかで俺もなんかもらったり、一光さんとか誰かなんかもらったりするけど、俺今まで生きてきて人が作ったもんで、あ、ええやんって思ったの初めて。本当ですか、本当ですか、大抵。すごい、いやありがとうございます。いいな、このドアノブカバー言うても、うちのドアノブこれが彼こう今更これもなかなかないっすよって思いながらさありがとうございますって言うけどさ、それは何、もう簡単なの。そんな綺麗にできんやろ。簡単です、簡単です、簡単ですけど、うん、一応その何、だんだんと進化はしてきました。あの写真でも見えるんですけど、うん、この紫色の一番左のね、が一番最初に、ね、こっちね、はい、これの作ったやつなんですけど、うんうん、このフリフリが違うんですよ、これ間違ってるんです。こっちが正解の形で、形が違うじゃないですか、このちょっと何、ギャザーっていうか、そうです、だんだんにだんだんになるのが正解で、なのに最初の紫、一番最初作った時はえ、これどうやって作るんだろうみたいな感じで自分なりにくっつけてみたら、うん、こっちの紫色の一番最初になってね、でそのサイトをずっといろいろ研究してから、なるほどって言って全然違うじゃないかみたいな、うわもう引くぐらいのレベルまでいってるよこれすごいやん。